皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。皆さんね、私立高校の受験が終わったばっかりなんですけれど、まだ受験生全体のおよそ3分の2の人が公立高校を受験するので、ここで改めて公立高校の入試について触れておきたいと思います。今年の募集人員、これ23年度より23学級920人減少して、前日制の募集人員は1万8010人になっています。熱海高校とか川根高校、こちらでは新入生は1学級、ちょっと厳しいですよね。こんな状態です。特に今年は私立より公立高校志向の人が多いようなので、倍率もちょっと上がっているところもあります。で、体制と定位制を見ますと、島田市に新しく開校する単位制定位制の高校があります。富士の国国際高校、ここでは160人の募集をしています。これに合わせて藤枝東と島田商業の定位制、こちらは今回から募集停止になります。で、高校入試願書受付は2月の19日から21日の正午、こちらは学校の先生に任せればいいですよね。そして志願変更ができると、あと1回だけね、学校の変更とかね、科の変更できます。その日にちが2月27日から28日の正午です。そして入試は3月5日と6日、合格発表は3月の14日になっています。もう約1ヶ月を切っている公立高校の入試受験する皆さん、あとちょっと一緒に頑張りましょう。応援しています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。